何？じゃあね。できないんでしょ？ずっとアインクラッドに戻れないなんて辛いだろうしね。してあげたいな。うん、辛い時に誰かが支えてくれるととっても助けになると思うし、私たちでやれることをしてあげようね。予定は入ってないし、だから一緒に行きましょう。どういたしまして。それじゃあ明日はまたお弁当作るね。どうしたの？
行きましょう。よろしく、キリト君。穴も確かに2つあるね。うん、多分そうだね。
ず、せーのでやってみようか。うん。準備はいい？キリト君。それなら321ってカウントダウンしてみようか。キリト君、今度は掛け声とかなしでキリト君が好きなタイミングでやってみてくれない？試しによ、案外うまくいくかもよ。どうぞ。どう？うまくいったでしょ？キリト君のことだからね。動きの癖とかタイミングとかなんとなくわかるんだ。どうしたの？キリト君。私はキリト君の奥さんなんだよ。この世界で一番キリト君のことを分かってるのは私なんだから。まだ SAO の中でだけだけど。の気配はないみたいね。もしかして何もないのかな。よくぞ扉を開いた。え、何？扉を開くことができるのは真に心が通じ合っている者たちのみ。そうみたい。どうやらクエストを達成したようね。その証としてこれを授けよう。キリト君、部屋の真ん中に宝箱が。
つ入ってるね。同じデザインで。なんか素敵じゃない？この前の鍵よりこの指輪の方が記念になるし。ホローエリアもなかなか面白いわね。だって私たちは夫婦だもんね。またゆいちゃんに楽しいお話をしてあげられるね。どうしたの？それじゃあね。